日本人と外国人どっちがいい？日本人。日本人の女性がいいです。はい、よし、よし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 よ最初に言っておきます。ちょっと見たくない方もいらっしゃると思いますので、実はですね、僕らね、ちょっとね、皆様にね、投票したじゃないですか、はい、でどういうのが見たい MN チャンネルの長編動画でと、うん、でそしたらね、結構ね、質問コーナーというね、感じの皆さんのね、意見をいただいたんですけれども、うん、今回質問コーナーっちゃ質問コーナーなんですけれども、今回ね、内容がいちいちとなっております。なのでちょっと見たくない方、先にね、ちょっと言っておきますので、すいません、申し訳ございません。はい、警告、18歳未満の視聴者の皆様、すぐに退出を願います。って言って、本当は見ていただきたいのです。すいません、ね、ちょっとこうしながらでもいいので、ちょっとぜひともね、チラチラ見ておいてください。まあ本日の質問コーナーは夜の方ですね。そうだね。でもね、皆さんからね、意見もいただいたように、ちゃんとね、普通の一般的な質問コーナーも近々ね、やっていきたいと思いますのでね、ちょっとお待ちくださいと。100の質問とかも良さそうですね。わあ、懐かしいね。やっぱ、なんでこうやろうと思ったかというと、なんていうの、僕らね、最後にこういう質問コーナー系やったのってさ、で多分10万人15万人あんまりちょっと覚えてないんですけども、結構もうね、桁が違う時だったよね。チャンネル登録者数の半分以上の方が、まだね、僕らの自己紹介を見ていないと思うんですよ。そう、もう多分ね、15、20万ぐらい超えてから、もうほとんどやってないんで、もうドッキリドッキリとかね、検証とかだったんで、だからその本当にね、近々ね、やって皆さんにね、僕たちのことをもっとね、詳しく知っていただきたいと思います。エロは世界を救うということで、まずは HH な質問コーナーからやっていこうと思います。普通にさ、最初普通の質問コーナーでね、まあそうだね、常識的にはね、常識本来的には多分そうだよね、本来は。でも俺だって常識外れね、やっぱここはちょっと ML らしくいいんじゃないですか。はい、まず1問目、ダダ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 ン、2人のサイズは。これさ、質問コーナーで2人のサイズっていう、ね、質問をしてきた人がいるってこと？いや、いるんだよ、実際に。そんな方いらっしゃらないよね、嘘ついてるよね。いやいやいや、これ何、ドッキリじゃないよ。今日はね、2人でオープニングしたんだから、ね、ちゃんと最後まで質問コーナーとしての動画を作ろうね。ドッキリはあかんよ。いや、これ1年ぐらいずっと溜まってた、いちいちな質問を集めたものになります。あ、さようですか。そうしましたら、2人のサイズを、はい、どうぞ教えてください。僕は、17センチ。そこまで詳しく言うアホタレが、お前40万人近くいる YouTuber、 ふざけるな。何いいんだよ、17センチ。うわ、いやらしいな、すいませんね。17センチ、お前は何センチだよ。お父さんお母さん、すいませんね、ちょっとこれは言える、お前よりは大きいと。いやいや、何センチだよ、お前言えよ。センチじゃないんだよ。2問目、日本人と外国人、夜ではどっちの方がいいですか。夜ではというのは、ちょっと何この質問、本当ですか、これ皆さん大丈夫ですか、こんな方いらっしゃるの、僕らの番組に。え、どういうこと。だからエッチするなら外国人と日本人どっちがいいのって。最近こういう内容やってないから、すごいなんかさ、恥ずかしい。僕やっぱ日本育ちの外国人として、これはやっぱ答えないと。俺らはどっちも経験あるってみんな思ってるんだ。直接肌と肌が触れ合う方、それとも動画越しのやつ。いや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 、動画越しじゃなくて肌が触れ合う。なんだよこれ、不都合だろ。もう何でもいいだろお前。はい、日本人と外国人どっちがいい。日本人。日本人の女性がいいです。ねえお前、気持ち悪い、こいつなんかちょっと変態みたい、変態おじさんみたい。日本人の女性がいいです。うわ、もう一回言って。日本人の女性がいいです。せー、はい、日本人の女性がいい。もう一丁、日本人の女性がいい。はい、3問目、一番好きなタイは。え、タイは一番どんなタイが好き。あ、いや、 A じゃなくて、なんかあるじゃん。あー、名前はあえて言わないけど、ドッグスタイルとかさ、やめろ、名前はあえて。ロールスロイスとかさ。ロールスロイス、ふざけるな。手押し車。死神とかね、やめろ。そういうね、ちょっといやらしい名前はあえて言いませんよ。僕が下で、ね、相方が上。まあ僕の一番好きなタイは、恥ずかしい、夜景見ながらのワックスかね。うわ、キモ、今ちゃっかり自慢してるな、たまもう。はい、第4問目、2人暮らしの実情は。あ、なるほどね、結構聞かれるね。もう恥を知ってます。まあ僕ら結構ね、正直な兄弟として知られてるんで、まあ、裏も表もありませんということで、もう本当に本当に本気のことを言いますよ。僕は、はい、毎日のようにっつったら、まあちょっとかな、言い過ぎかもしれないけど、ほぼ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 ね、そこじゃないんだよね。え、いや、言っちゃった、カットしろ、ここ。いや、そこじゃないんだよ、カットしろ。男2人暮らし、同じ屋根の下で暮らしてて、
一人暮らしはどうやってするの？やべえ、マジか、やべえ、お前ここ絶対カットしようぜ。いや絶対しねえだろ。いやカットしようぜ。うわ聞かれたの、ほぼ毎日だよ。え、嘘だよ、みんな2日に1回ぐらいだよ。なんかね、いやだからそこじゃないんだよ、みんなが聞いてるの。どういう意味だから。え、なんていうの、なんかね、やっぱ自分でコントロールできるのって、真っ赤なほっぺで話すけど、自分でコントロールできるのって、やっぱ真っ赤になって話すけど、もう一回いく、自分でコントロールできるのって、なんか、いい感じ。いや、だからそれじゃないんだよ。ずれてるんだって。真っ赤になって、あ、もう他のとこも今ずれそう。質問と答えが違うんだよ。あ、でも知ってる？あの、右利きの人はね、右にずれるんだって。もういいよ、俺が答えます。僕らはですね、同じ屋根の下でどのようにあのいたしてるのかというと、同じ屋根の下っていうか、なんならお前このマンション、お前何個部屋があんだよ、ふざけんな、お前何人一緒に住んでんだよ。エムレ君がこっちサイドに座って、僕がこっちサイドに座って、エムレ行くよ、よーいスタートつっていつも対決してます。マネージャーさん、僕取りたくない、この企画。はい、第5問目。自分の限界は何回まで？何の限界？それこそその一人のやつ？それとも相方がいらっしゃる時の？ちげえよ、あの、まあ、相方なしないか。チームプレーのやつ。え？チームプレーでの限界。チームプレー。だから二人でするやつ。まあ、ブスでやす。そんなん知らねえや、回数じゃないんだ。ちなみに俺はマジで6回です。さっきも、うわ、弟の声話聞きたくねえ、気持ち悪い。いや6回気持ち悪い。まだまだいけると思うけど、なんか昔はこういう話平気でできたけど、なんか最近久々すぎて6回とか迷うかで、うわうざけんなお前、左で思いっきりボコンってやる。お前は何回言ってみろ。まあ、これも言っとこう。お前よりは多いよ。うわ、逃げるなお前、何回だよ、生々しく言えよ。え、1日でしょ、あの、その日付が変わって次の日付に変わるまでだったらお前よりは多いってことで、はい、次行きましょう。第6問目。人生のエッチな黒歴史。何それ、エッチな黒歴史って。僕あの、営んでる時にあの元気なくしちゃって超恥かいたの覚えてます。え、なんか多分お先にめっちゃ酔ってて、うわお前さ、うん、そういうの話していいの？僕らのキャラっぽくない？もうキャラキャラ崩壊っすよ皆さん。いや、いいんだよ、嫌われちゃうよ。いや、いいんだよ、あの、お子様のね、視聴者さんいっぱいいるんだよ。いいんだよ、みんなこういうの見たがってる。ね、どんだけね、あの、ちょ、こういうね、なんていうの、あの、普段ね、動画で優しかったり、なんていうの、あの、いい人そうでも、あの、男はみんなこんな感じなんで、皆さん、僕ら裏表がないから、もう全部言っちゃいます、割と、うん、あの。みんなこんな感じです、あの、ぜひともね、あの、嫌わないでください。まあ、ここまで言う YouTuber いないと思うから。何、僕の黒歴史はね、黒歴史は、そもそもお前、黒歴史もないか、経験なすぎて。だとお前だって、ブッてだろ。こう見えてこいつ、ブッてなんですよ。マジで。次行こうか。ちょっと腹立ってきた。はい、第7問目。兄弟で同じ女性を好きになったらどうする？テレビの番組みたいにな。どうする？まあやっぱここはね、まあお兄ちゃまなので。まあそんなことはまずないと。まあ僕は譲りますよ。まあね、ね、もう何千万人じゃないか。何億人、何十億人、もう何百億人か分かんないけど、ちょっと数字苦手なんで。もうね、いや、あるかもよ、お前。双子は、やっぱ同じ女性好きになるかもしれない。あんだけ女性いるのに、それはないと思うよ、僕は。いやいやいや、そうなったらどうなるって。そうなったら、うん。俺は譲るよ、いいよ。いや譲る。でもそしたら、好きじゃないんだよ、お前。本当に相手のこと好きになったら譲れないと思う。え、じゃあ、3人で行く。キモ。3人で結構。うわ、無理や。子供が、パパーパパたちーって。うざい、ML のネタじゃないんだから、やめなさいと。いや、なんかちょっといやらしい回になりましたけれども、いや、僕はまずないと思うし、うん、まあ、あったとしたら、まあ、そこはね、お互いちょっと、やっぱ僕ら兄弟愛が、ね、何よりもね、やっぱトップに来るんで、まあ、そこはちょっとね、おとなしくね、あの、今までの僕らの思い出の方が多分勝ってきちゃうんで、ね、やっぱ、そこはちょっと家族が勝っちゃいますね。はい、ということで皆さん、いかがでしたでしょうか。僕らのね、いちいちな質問コーナー、いかがでしたか。僕が答えてあげるよ、皆さんの見から、うん、MNN ってこんな一面もあったんだ、チャンネル登録外します、チャンネル開始しますみたいな感じになってると思う。皆さんごめんなさいね、パパママすいませんね。はい、ということで皆さん、このひでなる声をとしたら、どうぞ拡散よろしくお願いします。いちちょうまー、頭いいんじゃない。なんかホッとするね、2人でこうやってさ、早くの MNS みたいな感じでオープニングするのさ、久しぶりだからさ、なんか楽しかった。でも俺嘘ついて、あの、何や限界とか6回なの？ 6 回じゃないよ、お前12ぐらいだっけ。12? やめなさい。お前冗談もそこまでにしとけよ。え、限界は28かな。あ、それ使ってんでしょ、お前なんかあのお薬。ああ、お薬俺毎日使ってる。何だそれ、お前それ何や、お前それ、ね、スポーツ界で言うとね、何になるか知ってる？何ドーピングで。ああ、いいんだよね。で、あとあれあれ、黒歴史も嘘ついた。ないあんな可愛い理由じゃない。黒歴史は1回で6人の女性とハーレムして、やめろって気持ち悪いな、うん、家宅捜査来たみたい。やばっか。まあまあみんなには言うな。
まあ、ふざけんな、お前、何よ。まあ、税金払ってないわけじゃないんだから、何、家宅捜査って。まあ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 、女の脱税したって言われてるからね。うわ、気持ち悪い、うわ、お前、これ恥だわ、見られたら。まあ、次の動画撮ろう。いや、撮ろうやな。やっぱさ、絞りだけやっぱ無理やから、ちょっとドッキリでも撮っとこうぜ。マック行こう、マック。あ？マック。なんかちょっと、道外したね、今日。あ？これ、かなり嫌われただけじゃなくて、もう炎上だよね。嫌われるならまだいいけど、炎上まで行っちゃうよね、多分これ。お前、これもやべえよ、お前相方の中で炎上するのと違うね。もう全国民の前で炎上だからもうね、あの穴の中で炎上するのはまだいいじゃん。もう何言ってんだよお前。わけわかんねえ。何炎上だよこれ。お前これ黒歴史炎上だよ。